ところどころに桜が咲いてますね。松花桜の桜の花が可愛かったですね。あんなに大きな桜なの、桜の木なのに お花のちっちゃいことちっちゃいこと山桜ですね。さて、ではすごく寒かったので暑くなると思ってたんです。まだまだこの地方は寒くて寒くて体が冷えてしまったので、白川郷にある温泉、昔火事で焼けたと思うんですけど、それ再建されてるみたいで、それに入って体を温めようかなと思って向かっております。留守番な、頼むな、父ちゃんと母ちゃんお風呂入ってくるわ。朝風呂や朝風呂入ってくるな。よ、今用意しております。まあね、白川郷の湯、白川郷の湯にやってまいりました。こうね、あの宿泊もできるところみたいなんで、駐車場がギリギリ数台しかなかったですね。7時からのオープンで7時に来たんですけれども、危なかったよし、では温まります。今のもちゃんとこれ昔ながらのこの紐やし、ほんまやで、これすごい進化してるのがこの取っ手、ちょこっとやって取りやすいですよ、うん、これはいいじゃん、取りやすいいただきます、うん、川が流れてる外にね、そうですね、いいお湯でしたね。いいお湯でした。合掌造りの桶、触らないでください。白川の湯、うわいいですよ、山が。え、ここを左折する？これやね、これ無理やね、無理やね、グーグルさん偉い、無理やね、無理だよ無理だよ、ちょっとスイッチターンさせてもらおう。まだ暑くないなってないから、この辺を歩くのもいいね。やっぱり日田は、白川郷はね、規模が大きくていいね。あれ、今のとこやったんや。まだそんなに混んでない。あ、天正峠、あれ地獄の天正峠でしたね。あれはかわいそうやったね。あの女の子二人も峠道でもうよう走らんで止まってましたよ。かわいそうやった、あれは本当に。もうどうしてあげることもできへんかったけど。私みたいなの峠道大好きな人やったらあれ苦でもないんやけど、うん、そうだ、私はもうめっちゃ楽しかったぐらいやから地獄やったやろな天正峠、このちょっとずつこう白川郷のね、うん、らしいのがね、うん、いいですね。この道をガクッと曲がるんですね。ガクッと曲がるっていうのだけは覚えてるんですけどね。どう？これですね。あ、お。時間。今から行けんのかな？今から行けんのかな？これは。
ダメですね。これお店にいただけね。まあそういう風になってんのか。道路封鎖って書いてあるね。うん、ここに看板してほしいわ。で、本当ですね、あでも U ターンできへんならな。ここで封鎖してしまうと、うん。ゴールデンウィークはあれかな。あれあのバスとかじゃないとあかんの。なるほど。じゃあバスとか来たら秋葉原かちゃん。そういうわけ。歩いて登れとか、なんか情報ないですか。あなた情報探すの下手くそやからな。なんてここ何？あ、天正峠。もうそこから間違ってるからね。何？どうしよう。白川郷じゃ五箇山行きましょうか。たら、はい、当初のあれ。白川郷は車で巡ったので、では五箇山へ、はいはいはい。展望台に行こうと思いましたらね、最初はもう開けてもらえそうな感じだったんですけどね、封鎖されてて開けてもらえそうだったんですけどね、近づいてきて、あっと、あっ、営業者じゃないと思ったら、パッと手で追い払われて、なんという、すごい仕打ちをされた。悲しいよ。こんなに白川郷を愛しているのに、あんな集中は。さようなら白川郷。シーンとお利口に座ってるね、お利口さん。ぐーちゃん、ここどこと思いますか。ここね、五箇山っていうとこですよね。白川郷のね、展望台に行こうと思ったらシッシッってあしらわれたから、傷ついた心で五箇山の優しい駐車場のおじさんに、あそこに入れてくださいって言われてね。楽しく観光しようと思いますね。ぐーちゃん、五箇山の地図でございます。撮影ポイントとかありますね。じゃあぐーちゃんが行きましょうか。じゃあエレベーターで下に降りているようになっています。今乗ったらアダムって言ったのが入ってないけど、常識で考えてアッパーメンやると怒られるのかな。5時までです。下へ D3 でいいのね。早っ。お、ぬちゃん鏡やな。鏡や、誰それ。これ誰、これぬちゃん鏡、誰鏡、笑っといて、傷入れんといてよ。そうそうです。 B2 D3 の鏡、これ父ちゃん、これ鏡な。父ちゃんも映ってるやろ、車の鏡。不思議やねんな。はい、言うてるうちに着きますよ。誰もいませんのに、はい、開けない、誰も。はい、暗い湿気のため、地下のトンネル。はい、父ちゃんついてください。どこに五箇山、どっちへ行こう。マップがありました。前がどっち行ってたって、こっちが、じゃあこっちやっち、五箇山合掌の村。そうですか。でもこっちにお土産物屋さんがあるから、こっちに行ったんか、勘違いか。あんまり当てになりませんね、いつもの通り。はい、その黄色いのが山吹色の山吹ですか。そう、なるほど。ということは、あの色が正真正銘の山吹色なんですね。カエルの声がいいですよ。ほら。怖いですよね。おー、来たってね。もう水入ってるもん ね。そうですね。こんな感じですね。あ、で、母ちゃんが家の中にいろんな虫が入ってくるという話をしてくださってる時ですけども、合掌造りの、ね、ところへ着いてました。青い空です。いいですね。あ、そこの階段に降りていくんだ、ね、ぐーちゃんもゆっくり行こうかな。
しいないぞ。ゆっくり行って。はい、待て。待て。ゆっくり。まだよ、まだよ、まだよ。まだよっていう。はい、おいで。はい、そこも。ゆっくり行って。はい、待て。はい、ゆうちゃん、待て。ゆうちゃん、待って。はい、はい。ちょっと待て。仕事をしとらんゆーちゃん餅ないからね。香水汁だ。お水飲んでおります。お水飲んでおります。青いね。ガポガポガポ入っております。入っております。狭いとこ入っております。はい、ゆーちゃんもう上がってください。はい、でこれどこ行くんですか。今ここ今ここらここやからこうくるり。はい、中ちゃんのナビゲートで行きます。はい、無事に帰れるでしょうか。怖いですね。どこにおるとお帰りに。はい、それが致命的ですね。すごい綺麗なお水。あ、わかった。いやいや、そこまでそこまで。はい、待って。すごい綺麗なお水で星の8回負けないぐらいでございます。はい、行きましょう、ゆうちゃん。名刺をリュックに入れてみてってします。いや、ダメですよ。よその浮きですよ。待て、見せ物になって。はい、ガコガコ言ってるね。あ、すごい、ガコ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 。かっちゃんについていけ。五感の間は五箇山はね、こじんまりしております。それですぐに混ぜてしまいますね。いいですね。ぐーちゃんがまた入っております。入っております、入っております。地面たくて気持ちいいですね。はい、ぐーちゃん、ぐーちゃんお写真撮らせてよ。一緒にぐーちゃん、こっちぐーちゃん、こっちこっちこっちぐーちゃん、こっちこっち来て。ここまで入ってきてください。そこまで、はい、影に行きたいね。ぐーちゃんそこまでね。貴重な財産です、富山ビューポイント。あー、本当だ、素晴らしいですね。写真写真。お店、お土産屋さん、五平餅。黒味噌の五平餅いただきましょうよ。そこに何ソフトのあれもある。はい、五平餅。母ちゃん買いに行ってるからね。お土産屋さんが並んでおります。今日も暑い。かじられていますが、五平餅でございます。ぐーちゃんが待ってますけど、あげられません。ぐーちゃんはおやつあげる後でな。ぐーは入られへんよ。ぐーは入れませんよ。ぐーは入れませんよ。ぐーは入れませんよ。ちゃ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 。前ここでお土産買ったかな。次は反対かは、うん、まだ。なんていう名称やったか忘れてしまいました。これが山吹ですね。これがスミレの仲間ですか。いや、めっちゃ覚えてんのは偉いけど、さっさと行こうとせんといて。じゃあぐーちゃん、トンネルの向こう側行くんですって。今度は母ちゃん、ゆっくり行って、ね、今度はこっち側ですね。トンネルの向こうは世界が変わるのかな。千と千尋のぐーちゃんとお母ちゃんの。本当だね。まるで時が止まってしまったかのような村。合唱の里へようこそ。というところですね。なんかこれお泊まりのなんかみたいな感じのところばっかりですね、うん、体験館とかコテージとか総合案内所がありますけど、
あとね、これもコテージ。お泊まりばっかりみたいですよ。ね、そうですね。ね、帰ろうか。橋渡ったら川の上に出る。はい、ありがとうございました。そうだ。行く行く。はい、行く行く。母ちゃん、母ちゃん。何アイスしてる感じ。お尻ふり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 。加速してるやんか。この通路で遊んでるね。この通路で遊んでるね。うちゃん待てやで。降りてくるっていうことは人が乗っているということや。うちゃん待っとこ。待て。この子に会いに来たね、この子に会いに来たね、この子に会いに来てんの。エレベーター、なんか落ちていく、じゃあ登っていく、落ちていく。この子は誰、この子誰なんやろね。で、賢そうな顔してるで、賢そうな顔してるで、ハンサムそう。どこにおんねや、手出さないでね、不思議だね、不思議やな、不思議だね、不思議やな、ね、人だまじっくり行ってね、ゆっくり行って、はい、開いてるから、ゆっくり行ってね、じっくり行って、はい、行かないよ、行かないよ。エレベーター気に入ったね。エレベーターに住んでる子が気になるよな。ふーちゃんが行ったら必ずエレベーターの方が気になって仕方があります。かわいいな。暑いですね、ぐーちゃん、ね、いい天気すぎるね。あ、昼からちょっともうどこにも行けないな、ぐーちゃん。あ、どこ行っても暑いもんな。ちょっと涼しいところないかな。この暑さ、とんでもない暑さですね。父ちゃんな、昼からね、海辺の海王丸パークまで行こうかなと思ったけど、とんでもなく暑いんで、ちょっとぐーちゃん無理やし、人間も無理やし。これでねえ、車運転して収入しながら冷房で涼むか、さっきのぐーちゃんエレベーターの涼しいところにおるからな。でも迷惑やしな、観光地やから。涼しい、風は涼しいんだけどね。ね、さあどうしようかな。もうちょっと考えるわね。